にちは、たくみ TV です。はい、ということでここが TV になってます。ここが T と V でこのポーズでやっていこうと思います。はい、ということで改めましてたくみ TV です。はい、始まりました。ということで、そんな挨拶はさておき、すいません、お久しぶりです。すごくお久しぶりです。いやー、お待たせしましたね。まあ、かねてからその牛丼以降を、僕 1500m 牛丼っていう動画撮ったんですけど、その牛丼以降、あの匠 TV どうなってんのとか、匠 TV 見たよとか、あ、牛丼の人だとか、まあ、あと肩幅の人だっていう声かけすごいしていただいてて、でなんかその度に、あ、申し訳ないなと思ってて、でこれまでなかなか動画上げられなかったのがいろいろあるんですけど、まあ、僕の中で結構大きかったのって、自分が走れてないのにそんなことしてていいのっていう風に思われるのが怖かったっていうのがあって、でも始めた時って福井国体それ優勝して、で1500もその後走って、その自己ベスト出て、すごい自分の中でも調子が良かった時に面白い試みかなと思って、その時自分でやってみて、で結構数字もちょっと伸びて、でその中でまあ次やろうと思った時に、そこからもうちょっと怪我しちゃって思うような結果が出なくて、で選手としてもちょっとこのままじゃ良くないなっていうことで、まあ、最近環境も変えたりとかでいろいろ試行錯誤してる中ではあるんですけど、まあ、そんな中であんまりこいつふざけてるなっていうふうに思われるのも、まあ、自分としても不本意だったので、あまり前向きにはなれなかったんですね、その動画を撮ることに対して。ただやっぱり今回、まあ、後々話していけたらと思うんですけど、自分の中でいや、やった方がいいって間違いなく自分の中で思えたので、まあ、そこは素直に自分の中に芽生えた感情に従ってやってみようと思いました。ということで、はい、どうしてこのタイミングでまた動画撮り始めたかというと、6月の24日から27日、とある大会が開催されると思いますが、はい、さて何でしょう、シンキングタイム。はい、ということで、はい、日本選手権ですね。日本選手権が開催されます。でその 800m に、僕村島匠、エントリーしております。なのでその日本選手権までのカウントダウン動画として、はい、皆様にお届けできたらなと思い、カメラを回しております。ただカウントダウンするだけじゃなんかちょっとつまんないなっていうので、まあ、一応だいたい4つのコーナー設けて、動画作っていけたらなっていうふうに思ってて、まあ、それは後々また説明するんですけども、どうしてやろうと思ったかと、今まで散々動画をやってこなかったわけじゃないですか、急に動画を回そうと思ったかってことなんですけども、まず自分のあのモチベーションっていうところで、やっぱりいろんな人に、たくさんの人に応援してほしいっていうのがあって、あとまあ見てほしいと。それは僕自身のことも、まあもちろんあるんですけど、陸上競技の 800m、いろんな人に面白いんだよっていうのをすごい知ってほしいっていうので、で、ただ、800m が面白いんだよっていうふうに伝えても、なかなか伝わらないと思うんですよね。なので、僕っていう人を知ってもらって、で、ああ、動画で見る村島匠って人が 800m 走るんだっていうので、その見てもらえるきっかけになればと思って、まあ一つそれが、まあ、自分のモチベーションとしてもそうだし、見てる皆さんに日本選手権に参加してほしいっていうふうに思ってるんです。知ってる僕が走る 800m を見ることによって、その 800m に参加してほしいっていうってことですね。で自分自身がそのきっかけになれたらっていうふうに思って、でじゃあ自分にできることなんだろうって思った時に、やっぱ一応 YouTube のチャンネルがあると、まあ偶然その 1500m 牛丼っていう企画を、あとは東海オンエアさんのなんですけど、まあ、結構多くの方に見ていただいてて、でそのチャンネルをやっぱ使ってできることって、やっぱこうやって僕を知ってもらって 800m を見ていただくきっかけを作ることが僕にはできるんじゃないかなと思って、今動画回してます。最近すごい勢いがある中距離なので、ファンが増えたらいいなっていう、その中距離種目を見る人が、まあ、この動画を通して少しでも増えたら、本当ビビたる数かもしれないんですけど、まあ、何か伝えて、その何かのきっかけになったらいいなっていうふうに思ってます。はい、っていうのが、まあ、動機なんですけども、でまあこのコンセプトとして、僕の中距離選手の村島匠っていう人間の、その気持ちだったり、あの状況だったりっていうのをやっぱ伝えられることってあると思ってて、でそれをただ自分の中でただ消化してその選手生活を送っていくっていうのも、なんか自分の中ではもっと伝えられることがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、今回のような形を取りました。はい、でただ真面目にね、僕が陸上の話しててもつまんないと思うんで、まあ、序盤に4つの企画っていうふうに
言ってたと思うんですけど、まず一つは日本選手権までのカウントダウン、あと何日ですみたいな、その緊迫感を一緒にその動画通して見てもらって感じてもらって、あ、いよいよだな、浦島が走るんだなっていう風に、匠 TV の匠が走るんだなっていう風に思ってもらって見ていただけたらと思います。で、2つ目が僕の練習日誌です。この動画をなんか Vlog じゃないですけど、その練習、今日こういうのやりました、こういう内容でした、これぐらいできました、ここが課題でしたっていうところまで、なんか自分の中でも残せたらなと思って、練習日誌として残したいと思います。で、その中でなんかこういう練習にはどういう意味があるんですか、なんかアドバイスとかも、まあ、動画の中でも説明できたらと思います。なんでそこは参考にしていただけたらと思います。3つ目、まあ、自分についてですね。自分の特技だったり、自分の競技の話だったり、なんか質問に答えるだったり、まあ、自分猫飼ってるんですけど、トットくん、トットです。はい、この口の周りにトットってこう模様があるのでトットくんですね。にゃ、あとくーちゃん、くーちゃんモフモフのん、くーちゃんです。ご飯めっちゃ食うからくーちゃんです。はい、猫ちゃんとの生活を流したり、あとレース解説ですね。その自分の走ったレースとかを、この時何メートル地点ではどういう風に思ってて、ここから仕掛けようと思ったとか、そういう裏話をまあできたらなと思います。あとは選手の紹介とか、僕と一緒に走ってる選手の特徴とか、どういう選手であったりで、日本選手権とかにも多分出てくる選手とかを紹介できて、その一つのレースを見た時に、あ、この人動画で言ってた人だとか、その知ってる選手をなんか増やしていけたらなと、この動画を通して。なので選手紹介とかをしていきたいと思います。あとですね、あとグッズの紹介ですね。今アンバサダーやらせていただいてるカロスさんの時計とか、自分が履いてるミズノのスパイクとか、サングラスですね、これすごい気に入ってるんですけど、スワンズさんのこのサングラスの紹介とか、カジュアルめのやつとかもあるんですけど、あとプロテインですね、ザワス、などなど紹介していけたらと思っております。それを一応タクミトピックっていうコーナー名で、はい、やっていこうと思います。ネーミングセンスはさておき、ということでタクミトピック、自分について僕のことを語るコーナーで、4つ目がこちらです。ダン、タロットですね。これはちょっとしたきっかけでやる機会がありまして、なんか猫ちゃんかわいい、どんだけ猫好きやねん、朝のニュース番組占いみたいな感じの軽い気持ちで見てもらえたらなっていう、だから今日の運勢なんだろうとか、明日の運勢なんだろうっていうのが、なんか未熟ながらちょっと占ってみたいと思うので、占い好きな方とかはちょっと気にしてくれたら嬉しいなと思います。で、結局見る人にとってじゃあ何がいいのかと、見る人のメリットなんですけど、一つ目が日本選手権をもう 120% 楽しめる。そういう陸上競技本来の興奮とかもあると思うんですけど、知り合いが走ってるのって多分面白いじゃないですか。で、僕が走ってて、それが1番だろうが8番だろうが、予選の様子とかでも、ああ頑張ってる頑張ってるとか、ああ落ちたわとか、ああ勝ったとか、なんかいろいろあると思うんですけど、そういうのを参加してより楽しむことが一つすごいいいのかなって思います。で、2つ目が、まあ、これは陸上やってる人に限るんですけど、自分の練習を参考に、まあ、おこがましいんですけど、どうやったら足が速くなるのみたいなのとか、例えば走ってる時何考えてるのとか、自分800とか1500もそうですけど、もともと駅伝とか走ってたので、長距離のお話もできますし、だから 400m も一応走ってるので、まあ、そこまで専門的ではないんですけど、守備範囲としては400から駅伝の距離までは一応お答えすることはできるのかなと、ある程度の部分は。ということで、皆さんのその練習だったり陸上競技に対するなんか課題とか問題の解決のお手伝いができたらなというふうに思っております。そう、3つ目はこれはもう大変おこがましいんですけど、もう毎日僕が見れるということで、見てくれたら、なんか村島匠が、匠 TV が元気にやってるなっていうのが、はい、分かると思うので、ぜひチャンネル登録して見ていただけたらなと思います。ということで、とりあえず日本選手権まで温かい目で、優しく見守っていただいて、 800m ってこういうものなんだとか、ちょっとでも興味持っていただいて、あと僕にもちょっと興味持っていただけたらと思います。応援よろしくお願いします。はい。